Pourquoi il colle là? あれ、これ団子だな。ツイッター名前変わった？誰が？俺が？ダイヤモンドまで行ったんだな。くらいなくなった。まだあるか。名前が変わった。あ、そんな感じなの。ライダーじゃねえんだな。どういう名前になったんだろう。大御座大悟、大悟ザビースト JP。 あ、これジャック様、普通の様だった。普
通のサマーだった。足りねえか、ギリ足りたっぽかったけど。 win. これあんまいい写真じゃねえな。確かにこれあんまいい写真じゃねえな。あれ前のさ、ツイッターの名前ってなんだっけ？普通に本名？いやいや本名にしなきゃまずくね。じゃあ行ってみるわ。どっちだっけ、どっちかさっけ、こっちか。アッパ打っちゃう。よいしょ。もしかしたか。え？レッドブレのリンク間違ってる。誰だよやったの。
Round one. Fight! わー落ちた。うわあ、マジ？バックジャンプできないんだ。うわっ、ラッキー。 You win. これスキル1だな。絶対スキル1の方がいいよね。自分から行かなきゃいけないのだるすぎるわ。カプコンのバイオハザードゲームはプレイしませんね。向いてないです。第5 Why don't you play 悪魔。なぜ悪魔をプレイしないんですか。しようかなと思ってたんだけど、もガタガエルがいろいろ発見があって、スキル1も空で抜けられる。CA 削り確定できる場面が増えたからスキル1もいい。なんで？それとスキル1ってなんか関係あんの？
影してくれたらサブスクします。でもしません。人いなすぎだろこれマジで。先サブスク、先サクサブスク。ちょっとね、いやまあ賭けもやるんだけど、ちょっと今ガエルが、てか人いなすぎじゃねこれマジで。おいデトロイトやるしかなくなるじゃねえかよ。イルムでいいのかな。イルムありがとう。マジ当たんねえわ。ダワサワサワサありがとう。マジで人いねえわ。っていうか当たんねえわ。メインダメージ竜巻への反撃って初め生まれて初めてかもしれない俺。こんなの初めて。わあ最後まで。そんなに玉抜けできんのこの組み合わせ。ボンちゃんのツイートの写真？どうしたの？知りませんよ。
いやー、これベリバーねえか。今の EX もなさそうやな。これ何なんていうか、オタク垢抜けた選手権。ああなるほど、そういうことね。これどっちなんだろう。これかな。今1号ね頑張ってる。あれ？これ結構きつい、もしかして。しかもトリガーにー、一応あれも、防ぎきれません。さてと、えい、あ、これ結構だりーな。
すげえ飛距離長っ、かま、かまたこありがとう。最後は以前のように友達とやるなどのビデオゲーム、まあそういうのもやるかもしれないですね。日本語わかんのかなっていうか、人いないよこのゲーム、人いないよ。そっか、これダウンじゃねえのか。割り出しにしなきゃダメなんだな。え、これ隙あるよね。通訳の人、あ、へえ。リーチなか。
足んねえか。うわー、溜まっちゃったよゲージ。もう一度やりたいレトロゲーム。この間やった中、この間やった中じゃねえな。マイナー5しかねえんだこれ。強えな。タッチキックサマーか。なるほど。近隣の人に何も言われてないよ。おお、意外と通訳の人いるんだな。あー、これ切断する人か。いや、投げて終わらせるか。殴れてないかな、うん、めくりカードすんだから。あっ、落ちた。無駄に回線いいんだよな。無駄に回線いいんだよな。どうなるんだ。マイナゴ一緒か。これだけか。
これどっちがダイブかな。ダイブかな。Round 1. Fight! うわマジか、立ち中結構いけんだ。おいおいおい、なかなか TRF 再度閉店。厳しいかやっぱな、ゲームセンターはな。
しかし電流を流すと言ってやってるだけあって空投げの精度が上がってきた気がする。どう皆さん、やっぱ電流効くわ。空投げってかアッパーとかショーパンに対抗したら電流を流すようにしたんですよ。私はこれでアッパーをやめれました。私はこれでアッパーをやめました。今の若い人知らないのかな、禁煙パイプ。違う、ずっと悩んでたんです、どうしてマッパーが出ちゃうって。そんなあなたにはこれ、電流。商品名電流だったら面白いな。何々電流とかじゃねえんだよ。そのあたりは電流ただの提案だからな。おお、なんだそれ。今なら今、おお、なんだすごいね、この人常に電流流れてねえか、この人もしかして逆に常に電流流れてねえか。止まると電流そうや、止まると電流でしょうね。止まると爆破スイッチオンとかスピードみたいな。サンドラブロックかな、サンドラブロックの出世作だよな確か。サンドラブロック、いやスピードの時のサンドラブロックはいいなとは思ったけど、
別にサンドラブロックが好きとかっていうわけではない。ないぞよ、ないぞよ。言葉遣いとかやっぱこういう風にちょっと普通じゃない言葉遣いとかすると人気出んのかな。ないぞよ。若い層を取り込みたい、若い層を取り込みたい。うわっ、あった、落ちた。オジが言ってたら嫌われるんだ。ピエン、ちょっと56増やしていくわ。ピエンとおはゆう、ゾヨはダメ？ゾヨはちょっとオタク臭いか。バカ者の格好した愛心はさすがに失脚するだろうね。私はいとも簡単に、いとも簡単に築き上げてきたものを失うでしょう。これいったかな？やっぱキャラを作っていかないときついだろ。もうこの配信戦国時代は素じゃやっていけねえんだよ。使い方合ってる？うおー、ピエン！分かった。使い方合ってない？使い方合ってないのかな。ピエン暴れ。こうじゃないの？ピエンは。ピエン使おう。もっと若者の言葉教えて。俺の言葉はやっぱ古いからさ。若者の言葉プリーズ。ピエンは覚えました。ピエンは完全に覚えたとして、クソフリーのしかねえじゃねえか。たまに平均年齢が大体そもそも30とかなんだもんな。マジで
Whoa. Shot. PA が古い。ピエンが古かったらもうついていけねえわ。何々見？あ、何々見ね。はい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 。勝ったから嬉しみがある。え、シノミズム今日ドライブ企画？先にやられた。ピエン！ピエン！ピエン！アータップしちゃったよ。いり。さあどうする、さあどうする。これでいいんじゃないか。まあいいでしょう。結構痛いし。もっと言うと、ハイタイの支局でもうドライブ企画やってた。そうなんだね。そうなんだね。オメホワイト。オメホワイト。キャンプ。いや、俺そう、焚き火したいんだよね。え？ドライブからの焚き火配信なの今日。マジで？焚き火やろうと思ってたのに。焚き火やりたかったのに。もうそうなったらあとはなんもないな。なんも残ってねえや。星を見に行く。配信映えのしなさ山のごとしだけど、まあ嫌いじゃない。そういうのは今の EX ソニックでよかったんかな。
最近結構ね、削りプランを入れてるから、考えてるから。時にはアイゴ、時にはピエン、使いこなしていきますよ。これが違うのは青いんだから。そう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 、時にはアイゴ、はい、時にはピエン、来ましたー。あれ何やってんだよ、もう混乱した。ああ、クラッシュとクレープ屋巡りはちょっと面白いな。味変わんねえだろ、クレープなんてどこで食ってもよ。あ、今のピエンか。ピエン。うんごをつけるのが流行ってる。ほんとかよ。ちょっと古くねえか。ほんとにうんご流行ってんの？流行ってるんなら使うよ。貪欲に行くよ、そこは。釣られたんごー！若者のこと僕吹け。正しい使い方、正しい。上見て単語。ここでサマー打たないのやりすぎか。やりすぎやな。サーマーじゃない、スパコンか。こんなゲージの使い方じゃなかったはずだ。なかったはずだ。5は10年前。若者言葉ってそうなんだよ。きついんだよな。俺だって若い時から若者言葉使ってねえもん。いや、釣られたんご。お、ラッキー。あべ、やっちた。さあ、もうちょっとだな。飛べ。来たかな？準備完了？よし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 。最近の一人称わし。
逆にわし。ウミピのガイル強すぎピエン。あ、お母さんいつもありがとう。草をこうで使う JK の集団増える。若いやつは草って言うよな。若いやつは草って言うよね。草。そんな言い方ではなくない。草も古い。ワロタとか言わねえ。ワロタとか言わねえな。面白かったっていう、ちゃんと美しい日本語使う。若者言葉取り入れのやめよう。じゃそんなに言うなら、そんなに言うならやめよう。あ、美しい日本語の本読んでたね。なんか昔はそういう変な言葉遣いってゲーセンの専売特許だったような気がするんだ。ゲーセンとか雀荘ので、それが楽しいというか、まあ変な優越感があったりもしたんだけど、今って普通の人たちがそういう言葉使うのね。それがびっくりだわ。わお、それがびっくりなんだよ。そう、なんかやっぱネットの影響でオタクが増えたなと思うわ。オタクが増えたというか、オタクを出してるやつが増えたっていうことかな。オタクはもともと潜在的にいっぱいいたんだろう。対応。ああ、今のいけたか。
あれこれ当たんねえか、食らっちゃってるからか。あ、ダメか。あとかトリガー発動するの忘れてたわ、アホか。You win. MMO で IE よく使うけど完全するそれそりゃそうだろ、そこまでの有名人じゃねえだろあの人は、あの方は。ラスティは新宿の歌舞伎町のある店舗でしか使われてません。アベノマスク面白いじゃん、面白いね、アベノマスクね。政府からのマスカ君の5月だいぶゆったりめですね、だいぶゆったりめですね。それはアベノマスクかけて限定じゃんけん開こうかな、あの船で。アベノマスク2枚なくなったやつ別室行きでさ、限定じゃんけん大会開いていい？どうこれ、負けたやつはアベノマスク なしで今後一生生きていく。どうそのリスク考えただけでも恐ろしい。ざわざわざわ、勝ち続けたらアベノマスク総取りだよ、当たり前じゃんそんなの。参加者全員分のアベノマスクゲット。あーバカ、一発でええやん。いやスパコン打たないよ。超いて超いて、うわーこれはいったんちゃいまっか、いったんゴー、正しい使い方できた。使い方合ってる。ダインゴ強いんごねえわ、もう誰のことかわかんねえな。
Round one. Fight. やっぱ語彙が豊富に越したことないじゃんね。よく我慢したな今の投げ。うわ、こっちはスキル12なんだよな、忘れちゃうんだよな。ミリ、うお、あー、いこーで合ってるかな。今はとっさの「あ」からとっさに「あ」から「囲碁」につないだ形だね。「あ」から無理やり「囲碁」につないだ形、つながるって思って、そう。でもこれも語彙が豊富だからできることなんだよ。俺の中に「愛号」がなければ「あー」とかで終わっちゃうから、それって寂しいやん。うん、俺の中に愛語はある。私の辞書に愛語はあります。愛語という文字はあります。あはね、そうなのに、確認猶予は長い、正直。それはある。あはやっぱ派生が多いから、確認猶予長いです。そう。覚えとくといいですよ。一応、アイヤーもあるからね。アイヤーもあるからね、一応ね。うちは、アイゴーでやらせてもらってるけど、一応アイヤーっていう手もあるからね。死ぬよな。よし。体育安定しねえよな、やっぱな、このキャラはな。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。サマーのため作るだな、立ち回りがだいぶ微妙になっちゃうかな。これはいいでしょう、使って。あまりにも痛いんですから、痛いんですから、痛いんですもの。さすがに使うか。いいね。うおー、これが俺の本気だ。よしよし、先リーチ、これが先リーチ。You win. あれ？おー、びっくりした。これが怪しいなんですよね。
これも当たるよね。ピオリ狙いたいじゃんね。いや、ちょっと遅らしたつもりです。イエーイ。マジか。モリッと減った。うん、痩せた痩せた。これで十分5ねえわ。面白いね。これで十分5ねえ。これな、立ちやがれだったらな。これが立ちやがれだったらな。これ空投げ食らわねえの強えよな。歩いてかわせねえし。安田っていうコメントだけは拾っていくんごね。そうなんですよね。空投げとね、ダイエットが習慣づきました。とてもいい習慣2つが手に入りました。おお。人生で必要な習慣はこの2つだけ。はっきり言って正直に申し上げますと、この2つだけでいいです。マイナスフレーム知ってます。勉強しましおしゃれに決めたい。あ、おしゃれに決めたい。しゃれおつんごねえ。
シャレオツンゴね。かっこよく決めた、決めてやったんご。でかい、これでかい。うひゃー、内側エディションやりたい。うわ、遅れた。やってる。俺はブレード打ったんだよ。回線落ちました。ああ、全然気にしてないん、気にしてないんご、気にしてないんごよ。どっちがいいんだろうな。まあ、それ一発にするとして、ダイブでいいかな。そろそろ、デトロイトやるかな。1位はいいのかな、これどうなんだろう。
はぁはぁはぁ、やった、さすがにこれは飛べまい。You win。 ああいう積み方好きなんだよな、ああいう積み方好きなんだよな。これ内側エディションになったからあのね削り方できるの。前はねテンペスト残しておかないと削れなかったからね。これは恩恵ですよ、明確な。まあダイブでしょう。そろそろやろうかな。こんにちは。20連勝したしもうよくね。あ？ご飯食べたか？教えない。これしゃがみヒットにしてくれよこれ。あ、立ちよ、立ち。これ立ちヒットだったらなぁ。これ安くないだって。たったの150。じゃあ、これラストね。これラストにするわ。さっき混ざったな、この人多分。いやでもスキル結構使いこなしてて楽しいんですが、1もやるし2もやるしね。でもララは1で良さそうだったな正直。はい、すんげー。あー EX 終わったか。使い分けはね、一概には言えんのだが、なんて言えばいいんだろうな。ラシードは石だなと思った。ラシードは石だなと思った。
バイソンも1っぽいね。端いってんじゃねえよ、何やってんだよ。これ倒したらデトロイト。無理や。こっちだよね。おしゃれに決めた。ビッツありがとう、ゴメス、ゴメスビッツありがとう。でですよ。